こんにちは、萩です。今回はこちらですね。駒澤大学の底力が見えたアゲオハーフの結果を振り返っていきたいなというふうに思うんですけども、今回駒澤大学から9名の選手がアゲオハーフに出場されました。さらになんとですよ、その9名全員が出場した9名全員がですよ、ハーフマラソンで自己ベスト更新という素晴らしい結果を収めました。さらに出場したメンバー中身を見ていくと、直近行われた全日本大学駅伝を走ったレギュラー陣もアゲオハーフを走りました。さらにそのレギュラー陣も今回練習の一環、ペースランニングではなく、順位も記録も狙っていけと一発ハーフドカンと走らせてるわけですよね。それは記録気になるだろうということで今日見ていきたいんですが、まあそんなレギュラー陣も含めて9名全員が自己ベスト更新という素晴らしい結果でした。で、なぜこんだけ結果が良かったかというと、おそらく藤田監督のプレッシャーある一言に尽きるんじゃないかなというふうに思います。で、今回藤田監督からアゲオハーフに出場したメンバーに一言あったそうなんですが、全日本を走ったメンバーも箱根駅伝レギュラー確定ではありませんよと、アゲオハーフの結果次第で箱根駅伝が変わると、今回アゲオハーフの選考のレースの場にしますということが一言あったそうなんです。そりゃピリつきますよ。マジかというふうに思ってる選手もいるし、やってやろうという思ったね選手もいるんじゃないかなと。まあそれがいい方向に進んでこんだけのね結果になったんじゃないかなと思います。で、通常大学駅伝って出雲と全日本を走ったメンバーっていうのは大体箱根も走ります。なぜかというと、箱根駅伝のレギュラーを取るよりも出雲とか全日本を走る方が難しいって言われてるんです。まあこれは純粋に区間数が少ないからですね。箱根駅伝って10区間ありますけども、全日本と出雲って区間数が少ないので、まあその分、まあトップの選手しか走ることができないっていうふうに言われてるんで、注目度で言うとやっぱ箱根駅伝すごい注目されてるし、まあ多くのランナーが箱根駅伝走りたいって思いが強いんですが、内部の人間からすると出雲とか例えばカンカレとか出る方が難しいと言われているんです。なので出雲と全日本を走ったメンバーは大きなトラブルがなければ箱根も大体走るっていうような、なんとなくの空気あるんですが、駒澤大学のその藤田監督の一言によってそれが一掃されたと、甘えるなということです。やっぱりチームとしても監督としても出雲全日本が思ったような結果を残せなかったわけですよね。悪いわけじゃないんですよ。タイムも良かったし内容も良かったんですけども、最終的には勝ちきれなかったわけですよね。出雲も狙いに行って勝ちなかった。で、全日本も相性がいいというふうに言われていた中で勝ちきれなかった。このままだと箱根駅伝勝てないと。まあ、層が厚いし、駒澤大学強いし、箱根駅伝なら勝てるんじゃないかって言われていますが、監督としてもこのままだと、やっぱね、つけ込まれるんじゃないかって思いがあると思って、選手自身にも一回ピリつかされるために、こんだけね、厳しい一言ね、放ったんじゃないかなと思います。それがやっぱ駒澤大学の選手に響いて、こんだけのね、いい結果が出たというふうに思います。まあいいタイミングでピリッとさせたし、この記録も良かったと思います。で、今回メンバーに言っていたのが、まあレギュラー陣に関して言うと、ハーフマラソンで62分前半ぐらいで帰ってきなさいよというね、一言があったそうなんです。まあそれに応えるかのようなタイムがずらっと並んでいます。まあ良かったですね。まあ優勝はね、総合優勝は取り逃がしましたが、まあ上位をね、まあ入賞者独占するという形でしたし、9名全員がね、まあ自己ベスト更新、まあ62分でずらーっと、まあこんだけ並んだということになります。で、アゲオハーフって僕も学生の時に選考レースでね、まあ出場していたんですけども、まあ記録は出やすいです。めちゃくちゃ記録は出やすいです。まあ日本一記録は出やすいんじゃないかって言われているんですけれども、まあ理由としては、まあとにかくフラットですね。まあ走りやすい、アップダウンがほとんどないようなね、まあコースですし、こうライバル校の強い選手もめちゃくちゃいっぱい出るんです。なんでこの62分台で走っても最初ずっと大きな集団になります。15キロぐらいまで、まあそこからラスト5キロ絞り出せるか落ちてしまうかでこう分かれるんですけども、ほんと3分を切るようなペース、1万メートル10キロも29分台で通過しても大きな集団ができるんです。こんだけのねハイペースで進んでも大きな集団ができるっていうのはアゲオハーフマラソンぐらいしかないので、まあ上位陣もね記録が出やすいというふうに言われています。で、その中ね、今回も15キロぐらいまでね、まあ大きな集団でね、まあポツポツとあったそうです。で、内容的にもかなり価値があるっていうふうにみんな言っていて、29分台で通過していて、かなりね、ハイペースで入って、まあ15キロから伸びたか落ちたかのね、このタイム差ということになります。さらに気温が相当暑かったというふうに言われています。この日僕ね、別の大会に出ていたんですけども、日中ね、まあ日差しがバーって出るぐらい暑かったりする。気温で言うと22度ぐらい上がったのかな。まあ上尾市はどうだったのかわかんないんですが、おそらくまあ20度ぐらいはね、あったということを考え
考えるとハーフマラソンを走る上ではやっぱ環境としてはそこまで良くなかった。その中で、まあ、こんだけのタイムです。で、例年アギオハーフって本当タイムがいいんですけども、今回このだけの気温が上がっていた中で例年とほぼ同等のタイム、去年はね早稲田の山口選手が1時間1分ちょっとで本当素晴らしいタイムを走っていたんですが、まあその他前の年とか見るとだいたい優勝者が61分後半ぐらいで62分前半中盤ぐらいでずらーっと入っていくというような感じで、まあその中ね62分前半駒澤大学がこうバーッといっぱい入ったということになります。まあ木山選手がね駒澤大学のまあトップになり、その後村上選手、田中選手すごいね。まあルーキー、おそらく今回初マラソンだと思います。初マラソンで1時間2分5秒という記録を出しました。まあ全日本のね時にも良かったです。全日本4区走って区間3番ってね、まあ素晴らしい走りをしましたが、まあこれで箱根駅伝デビューもね大きく近づいたんじゃないかなと思います。1年生で62分前半すごいよ。これは化け物に、ね、なる可能性がね秘めてるんじゃないかなと思います。その中ね他のメンバーはねこんな感じです。で、この中からいろいろ見つけられることっていっぱいあって、まず最初に思ったのが木山選手のこのタイムですね。まあ61分台で走りました。61分59秒ということでした。これ自己ベスト更新です。で、アゲアファーフってほぼほぼフラットのコースなわけですよね。で、木山選手って箱根駅伝のこう特殊区間、まあ山下りのねイメージがあります。山を下るのが得意ということだったので、まあ平地よりもそういったねテクニカルのコースが強いんじゃないかと言われていましたが、平坦でもしっかり走るということを証明されました。さらにハーフマラソン61分台って大学生の中でもかなりトップレベルなんです。その選手が今回6区を走るのかっていうことを考えると僕はちょっと疑問に感じる。もしかしたら木山選手、まあ昨年の箱根駅伝6区ねそんなに良くなかったんですよ。まあ期待されていた中で区間10番にも入れなかったと思うんですよね。なのでもう一回今回リベンジさせるっていうよりかは平地でこんだけ走らせるので箱根駅伝他の区間を走らせても区間3番以内には全然入れる、どこの区間でも区間3位に入れるだろうっていうようなタイムを走らせたので、おそらく木山選手平地の方に僕回るんじゃないかなっていうふうに思うんです。あえて昨年失敗したロックを走らせるんじゃなく他にもね山下りをできそうなね選手がいれば木山選手が他の方に走る、そうすると駒澤大学としても層がぐんと上がるわけですよね。なので、ちょっとそこもね、まあ期待していきたいなというふうに思います。で、全体的なタイムをね、比較していきたいなというふうに思うんですけども、まあ今回、木山選手が61分台で、62分前半にね、まあ村上選手が田中選手、吉田選手がね、バーッと入っているんですけども、これ、確かに、強いんですよ。めちゃくちゃ強いし、駒澤大学ね、まあ仕上がってきてるなと、まあ底力見えたなと、底力見せてくれたなと、まあ中間層もね、まあしっかり育ってるなって感じがするんですが、僕、このタイムを見たときに、あ、これで、箱根駅伝優勝できるなとは思わなかったんですよ。要は僕の感覚で言うとこれでやっと勝負できるかなっていう感じだと思います。この結果めちゃくちゃすごいんですよ。こんな大学なかなかないですよ。例年にもこんだけ揃ってるチームってなかなかないと思います。それでも今年の箱根駅伝はもう接戦になると思います。やっぱこれ以上に青山学院大学、國學院大学がまあ強いわけですよね。まあ例年であればこのアギオハーフでこんだけの結果ってことはああこのままね駒澤大学優勝しちゃうんだろうなと思うんですが、今シーズンに限って言うと國學院大学が3冠を維持でも狙ってる、青山学院大学としては箱根駅伝だけは絶対に譲りたくないっていう思いがパフォーマンスを一気にグーッと上げてくれるわけですよね。なんで駒澤大学としてもこの結果素晴らしいですけども、この結果でやっとその2チームに勝負できるなっていうね感じでした。まあこれプラス、まあ今回走らなかった全日本のエースメンバーですね。篠原選手とか山川選手、ここに佐藤圭太選手が加わっていく。まああと伊藤選手とか、まあこの辺がどんだけ上がってこれるかによって順位がね変わってくるんじゃないかなと思うので、確かのこの結果はすごいんですが、箱根駅伝優勝だなーっていうところにはまだ届いてないような感じがします。まあこれが60分30秒ぐらいの選手がずらーっといったらこれあるなというふうに思うんですけども、変な話、國學院のレギュラー陣、青山学院大学のレギュラー陣がこのアゲアハーフに走ったら、おそらくこのタイムでみんな走っちゃうわけですよね。そうなってくると、やっぱ箱根駅伝まだまだわからないのか。でもそれでも、箱根駅伝の結果、駒澤大学十分優勝あり得るというところもね、上がってきたので、出雲、全日本に合わせて箱根駅伝も、まあバチバチするだろうなと。こっちの側からしたらまあ楽しみすぎますよ。これでちょっと楽しみ。やっぱこの國學院大学の3冠への思いと
青山学院大学の箱根駅伝での強さを考えると駒澤大学が一歩ちょっと劣るかなって僕は考えていたんですが、この結果で群と横並びになったという感じかなというふうに思います。まあこれからですね、トラック1万メートルの記録会にも多分バンバン出ていくと思います。まあ今回アゲオハーフを走らなかった駒澤でも多分記録会、日体大の1万メートルが12月上旬にね出てくるんじゃないかなと思います。で、青山学院大学も最終的にトラックでこう仕上げていくっていうのが大体いつものね流れですから、日体大記録会を中心にですね12月をね、まあ結果もねお届けしていきたいなと思います。